世界の国々に様々な神話があるように、我が国日本にも神話が存在します。西洋にはアダムとイブ、ノアの箱舟、そして我が国日本には古事記、古事記には様々な神々が力を合わせ、国を作り、神を作り、地上を統治する話が描かれています。またそこに描かれる神々は我々と同じように誤解や嫉妬、さまざまな憎悪に悩まされながら、怒り、苦しみ、悲しみ、それを乗り越え、この国を作ってきました。その経験は現代の我々の精神に大きな影響を与え、そこに日本人らしさが生まれているのです。ですが現代の日本人にその古事記を語る者は少なく、何千年と伝えられた我が国の神話は失われようとしています。ある歴史学者がこのようなことを言っています。神話がなくなるとその国は100年で滅びる。沖縄のある宮司に尋ねました。琉球王朝を倒し日本から侵略された歴史がある沖縄の方々は、日本が一度も滅びたことなく未だに続いていると聞くと違和感を感じないのか。すると沖縄には沖縄の神話がある。その神話の中にはアマテラスは沖縄に降臨し本土に渡ったとある。私たちは同じ神を持つ日本人です。そうなんです、同じ神を持つ民族を我々は日本人と呼んだのです。このように人々をつないでいたのは神話だったのです。神話が失われて約70年、神話が完全になくなる前に日本の人々に今一度日本神話古事記を学んでもらいたい、その一翼を担おうと制作したのが新生古事記で、単なる物語だけではなく、そこに息づく神々の営みや精神が描かれています。誰が何の目的で作ったものなのか、神話を通して何を伝えたかったのか。古事記は我々祖先の営みにどんな影響を与えたのか、そしてその精神を託された私たちは古事記を通して何を学べばよいのか。古事記編纂1300年、私たちの祖先が大切にしてきた精神を絶やすわけにはいきません。日本人が日本人である証をかみしめる。そして愛する子供たちに、または海外から訪れた外国人の方々に胸を張って伝えてもらいたい。日本の成り立ち、そして営み、世界一長く続く我が国日本、そこには何か理由があったはずです。これよりその謎を紐解く物語が始まります。